コンピュータに依存した世界で、このコンパイラにバグが、その問題はかなり深刻。自動車もほとんど電子制御されてる昨今、ABS、アンチロック、ブレーキシステムとは？要するに、ドライバーの意思とは別にブレーキを制御する技術、ではありキーロック、その遠隔は今の、普通、だ。コンピュータユニットに、Wi-Fi での制御機構が密かに、組み込まれていたら？ドライバーが老人だったら、単に老人がボケただけ、にしか。Windows 8.1 は、まだマシなのかもしれないが、それでも、モダンアプリは突然機能が使えなくなったりすることが、ある。グラフィックボードのドライバーも、外部から供給されるとき、コンパイラに何を使っているか、は、懸念が。信頼できる環境、その構築の難しさ、というか。DOS V の BIOS も、今はもう古い OS レベルで高機能であり、